エレス、今回マリオカートやっていきます。久しぶりかな。なんか最近モンハンやってたよね。なんか自分のこと1週間経つと、1週間っていうか3日ぐらい経つと忘れちゃうんだけど、多分ねモンハンやってたと思うんだよね。そうだからモンハンやってて、でまあ今マリオカートやってるってわけだから、まあね非常に充実した1週間を過ごしてるというわけなんですけども、いやちょっとね悲しいことがあったんだよね。モニター壊れちゃったんだよね。しかもメインの方のモニターね。モニター2枚あって、今2枚使ってて、パソコンのモニター2枚使ってて、でメインの方でゲームしたりとか PC ゲームしたりとか FPS やったりとか、結構ねいいモニターっていうか、まあ解像度がまあまあ出るモニターでやってたんだけど、壊れちゃったんだよね。本当にやばい、マジで最低なんだよ。本当にやばくて、でなんかもう壊れ方もなんかもうモニターから壊れちゃったみたいな、そういうイメージだね。普通にやばかった。なんかもうその時バチ焦りすぎて、その時の動画多分あると思うんだけど、ちょっとね本当に見てほしい。なんか片方だけ線がねいっぱい入ってて、もう本当に iPhone 追没した時みたいな、 iPhone の画面いっちゃった時みたいな、なんかもう本当にそういうイメージだね。やばかった、本当に許せない。だからもう新しいモニターをね買おうと思ってんだけど、今ねちょっとおかしい。メインモニターにモニターがあった場所がもうなんかもうモニター撤去しちゃって、なんもないんだよね今。そうだから意味わかんない体勢で今ゲームしてます。サブモニターはさっていうか、ね、やばい、転落人生を送っています。皆さんお元気してますか。最悪だ。さあこれで1になりたい。サブモニター置いてある位置でさゲームしてるからマジでゲームしづらいの。ちょっと誰かモニター買ってくれる人いないかなガチでって思ってます今。誕生日もね最近だったんで、本当にやばい。それ頑張れ。よしでかいよしさあ2レース目やっていきます。いやもう本当に最悪です。なんでモニター壊れたんだろうって感じ。さあでもね1位取りたいからマリオカートは続けます。なんかエル最近音量問題で結構悩んでてさ、なんかエルの動画の音ってもしかしてでかいって思って、皆さんどうですか、音でかいですか。ちょっと今までちょっと体勢を直したから声が近くなったりとかあるかもしれないけど、なんかねエルにやれる音の努力の限界がここなんだよね今のところ。だからもうちょっと音に関して詳しくなったらできるようになるかもしんないけどって感じです。だからなんかね音がちっちゃいなとか、あ音でけえなとかねあったらぜひ言っていただきたいなって感じですね。さあ1位取るためにレースしてるから、ちょマジ喋んないね、ガチでちゃんとレースやる。でさ最近さなんかお腹が調子悪くてさ、ずっと割と寝てることが多いんだけど、ちょっと本当に調子が悪いとかで行動できないの本当に嫌いなんだよね。あのファイヤーをぶっ殺して OKOKOK。 ああ